ちょいよライジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はね、リプレイってことでね、今日はね、ともやさんっていう方の、ね、リプレイ解説をね、やっていきたいと思います。で、この方なんですけど、はい、この30種デッキでですね、47連勝したんですよ、グラチャレ。グラチャレ12勝を、1からね、やって、1面ね、達成してたんですけど、1面12勝達成したんですけど、無敗12勝で、最後11連勝してから2敗して確か12勝してたんですね。でそれで12勝1面をね、してた方なんですけど、この方のねリプレイをね4本もらいましたので、それをね今日はね解説していこうかなと思います。俺あんまねリプレイ解説しないんですよ。なんかね、まあなんだろう、こういう感じなんで実況寄りなんですね、いつも。そうだからやりながらわーいって言ってる感じなんですけど、今日はねちゃんとリプレイ解説していこうかなと思います。ってことでですね、この30ステーキ今熱い、絶対強いんでね、ここでね立ち回りを知っておくと、もう数段上に行きますね。ってことで早速1本目いきましょう。はい。で、このともやさんっていうのはね、三重詩がうまいことで有名なプレイヤーなんですけど、前のシーズンぐらいかな、に、ディガーロケットで、なんかね、グロ30フィニッシュぐらいしてて、もう、ね、普通にうまい人っすね。で、枯渇とか、このデッキね、範囲系カードが、マジャイチャズダックプリとかボムタワーが入ってるんですけど、まあ、呪文がザップなんで、結構バレルが抑えにくいんですね。まあ、そこをね、どう抑えるかも注目していきましょうって感じで、序盤は多分、三重詩とかあまり出さずに、を待つんだ。なるほどね。相手ユニットに合わせてマジャイチャズを出していくっていう気持ちの表れですね、これは。はじめプリンかな、この待つ感じ、どうなんだろう。はいはいはい、そうですね。これに対しては、まあ、ジャッジで、まあ、タワー貫いていき、はいはい、ここはロケットじゃないと守れませんよっていう顔を見していき、はいはい、結構入っていきますね。大体ここでターゲットを変えると。まあ、相手もうまいですね。まあ、こんな感じで、はじめプリンに対してマジアチャを出して即エロいフグでカウンターしていくって感じですね。よいしょ。はいはいはい。で、ここはザップとかは使わずに、そうですね、なんだろう、カードだけで。ユニットだけでやって、こういうやってカウンターを作っていく感じですね。なるほどなるほど。こういう枯渇相手とかって、やべ、めっちゃ鼻ムズムズする。枯渇相手とかってどうやって、そのなんだろうな、バレルを処理するだとか、あとは三重詩の出すタイミングがね、めちゃくちゃ難しいと思うんですよ。2-1で分けても2側にロケット打たれて1側を簡単に押せられるんで、そこら辺ね、どうなるかをね、注目していきたいですね。相手ロイフグは、まあ、ロケットとか打たずに、とりあえず施設と、ウッドだけで処理していくって感じですね。まあ、ここは1ピとかかな。うん。オッケー。そんな感じですね。まあ、バレル相手は投げるだけ得なんでね。そう。で、こうやってダメージを入っちゃうんですけど、はい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 。って感じで、なかなかね、競ってますね。こっからですね、気になる立ち回り。2倍までは30種出さない感じですね。あ、2倍になってから出すと。で、多分このね、20種側にロケ打たれるんですよ、タワーと一緒に。はいはいはい、打ちますね。で、このプリンを相手は延命していく感じですね。で、ここですよ、ここら辺。こっからどうすんのかっていう、ロイフグをつけるのかつけないのかみたいな。つけないで一旦呼吸をね、置いてから行くのか。はいはいはい、なるほどなるほど。普通にロイフグを一重詩側につけて、後ろにマジャチを出すという感じで、なるほどね、そういう感じですかと。ただなかなかマジャチが入ったりしていい感じですがね、このプリンがね届かないんですよ、めちゃくちゃ。先にバレル読みの、出していくが、お、相手はこれで再度切り替えます。相手はのここ難しいな、めちゃくちゃ。ここでプリンを処理するが、こっちギャング、あ、高めに出すんだ、三重詩。多分この意図としては、高めに出す代わりに、その、三重詩が橋を出るときにね、使えるエリクサーっていうのが減るんですけど、そのね、ロケット打たれにくくなるんですよ。相手はタワーと巻き込んでロケットが打てないので、なかなかね、高めに出されると、多分相手からするとね、そう、こういう感じでユニットで処理しなきゃいけなくなって、結構ね、コスト使っちゃうんですね。そう。だから、ロケットとかで処理するのが一番ね、ギャングとナイトしか受けがいないんで、相手はね、受け温存できて結構いいんですけど、高めに出すとなかなか打ちにくいってことで、多分、高めに出したと思いますね。ほう、で、ロイフグと。こっちはナイトで多分抑えられるので、あっちは、ただ、エリクサーで有利を取っているので、ここら辺は、アイゴレとロイフグとマジャチャの形で、はいはいはい、確実に相手が刺さる形で、
やってますね。高め三重士ですね。このね、ほんと三重士上手い人っていうのは、高めに出す三重士がめちゃくちゃ上手いんですよ。そう。もう後ろから永遠に出してるだけじゃなくて、時にはね、時にはっつってね、始まりにチュンチュンチュンって出すんで、結構ね、そんな感じですね。ちょっと鼻かみます、一旦。はい、お待たせしました。ということで、2本目ですね。2本目は、うわー、これめっちゃ難しそう。メガナイトとタルババマジアジャミニペとね、結構その受けが豊富なデッキですね。で、しかも、防衛のね、ダッシュボムタンに対してはクイック打たれるって感じで、まあ、相手ね、大型呪文はないものの、三重子が橋を立った時に、二重子とかも普通にメガナイトでも抑えられるし、ミニペとかでも抑えられるし、って感じで、タルババメガゴとかでも抑えられるんで、なかなかこれ難しいですね。さあ、ロイホグ。うわぁ、これ。うわぁ、これ渋い。手札が渋い。ダクプリも、ダクプリもあれもなかったっすね。もうほんと最悪の手札と言っていいぐらい。そう、序盤に三重子出すとね、あんま形作れずに結構簡単にカウンター受けちゃうんですね。そう、こういう感じで、まあこっち側はねミニペとかで抑えられて、お、そっちにどうすんだ。で、こっちはエリキかな。うん、はいはいはい。まあそんな感じですね。そう、結構簡単に抑えられちゃうんですよ、二重子だけで橋渡っても。今結構ダクプリもボムターンもなかったんで、なかなか最悪の手札でしたね。で、ここはタルババ来るんで、早めに来たら延命しようかなのアイゴレとかだと思うんですけど、まあ結構相手がね、深めで受けてきたんで、まあこれ延命できねえなって感じですね。で、ここですよ、ここ。ロイフとか飛ばしたら、メガナイトでカウンター受けるんで、多分後ろからそうですね、ユニットを流すしかないんですね、ここは。でも相手も同様、おー、これはボムタワーか？おー、ユニットで受けるんだ。おー、なるほど。俺ならボムタワー出しちゃいますね、これ。なるほど、なるほど。ダメージ受けてもいいから、ユニットで受けるっていう構えですね。はいはいはい。で、ここは両サイ振っていくと。そう。で、多分今のマジアチを出した瞬間に両サイ振っていったんですよ。で、この意図としては、そのダクプリを相手は抑えなきゃいけないんですよ。だから、ダクプリサイドにカードを出したいんですよ。ただ、逆サイに、その1枚ね、これで、しかも大事なマジアチを出した後っていうのが大事なんですね。ここで、マジアチ出す前にロイフを振ると、逆サイドはミニペ。そうなんです。でもダクプリのサイドがミニペで、そのロイフグのサイドにメガナイトとか出されちゃうんで、こんな1枚出してからっていうのはうまいですね。で、これはもうマジアチャ殺して、こっちにね、メガナイト咲かざるを得ないっていう状況を作ってますね。いや、うまい。で、ここは多分、ケツ30しかな。あー、そこなんだ。で、許容していく流れなのかなと思ったけど、おー、そこで受けるんだ。へー、なるほど、なるほど。そうそうそう、タワーで受けて、ここカウンターですね、カウンター。で、メガゴはさすがに痛いんで受けないと。いう感じで、これね、一重子、二重子流れていって、結構いい感じになると思いますね。大体ここなしていって、アイゴレと。まあ、ただここはね、ミニペで押せられちゃうんですね。これがね、マジで渋い。これ渋いんですよ。マジで渋いの。そう、本当に。で、しかも、相手は、これミニペを裂きながら、もう次ね、ライフ受けのメガナイトが回ってくるんですよね。そう、だから、これさ、どうやって通すのって話なんですよ。後ろも押さえられ、前も押さえられ、もう大変ですよ、もう。はいはいはい。あ、こういうところでね、マジアチ出して削っていくんですね。で、これザップで大変かな。うまい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 。で、これで、はい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 。これも貫いていく。なるほどなるほど。ただ相手も結構抑えてますね。おー、これはめんどくさい。はいはいはい。おー、なるほど。逆サイ誘導とボムタワーでクエイク速攻打たれること分かってるんで、速攻ダクプリ出していきます。いや、うまいっすね、マジで。これマジアチかな。うん。マジアチャとユーノとかで抑えると思うんですけど、うわー貫かれてる。いて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 。あ、ただこれ角度入ってる。あ、うまーい。しかも飛ぶ、受けていく。はいはいはい。いやー、ここはね、多分振っていって、相手からしても結構やっぱ両サイド振るんすね。これ勉強になるな。俺結構ね、片方サイドとかになってね、三重子セーパーしても一重子の方はちょっと捨てて、二重子の方とかでね行っちゃったりするんで。やば、これやば、これやば、やばい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 、もうここでカウンターで決め切るって感じですね。多分次クエイク回ったら終わりなんで。はいはいはい。なるほどなるほど。相手がここで受けていくと。ただこっちは逆サイ言うのかな。うーんですね、これ受けがない、これ受けがないね。で、左っ側マジェチャと。はい、いう感じで最後ギリッギリでしたけど、多分相性ね、ゲリクソ悪いんですけどゲリクソ悪いんですけど、これ受けていきましたね。いや、うまいな。ああいうメガナイトとかに対して、一回タワーで許容して、三重子受けたじゃないですか。ああいうのがうまいんですよね。その、普通だったら、ユーノで受けたりとか、ダクプリで受けたりして、そのなんか、結構エリアと取られちゃったりするんですよ。そう。なんですけど、あそこをタワーであえて受けて、メガオだけはね、ユーノで受けてたりしたんですけど、タワーで受けて、
三重視でね、みたいなね、ああいうのがうまいですね。だからカウンターですよね。もう常にカウンター意識、ロイホグに対してもあんまボムタワー出さずにダメージ食らってもいいからダックプリとかね言うので抑えてたんで、そうですね、常にカウンター意識ですね。これカウンターの気持ちが大事ですね。もうだから細かい敵とか使ってたらいかにダメージを抑えるかを考えるじゃないですか。26ホグとかバルーンとか使ってたら、そういかにダメージを抑えるか考えると思うんですけど、もうね、いかにダメージを抑えてカウンターするかですね。だからもう本当にユニットでユニットで受けてる感じですね。バレルとかにもそう、あんまザップ使ってなかったじゃないですか。多分そういうことなんですね。カウンター命ですね、本当に。もう守って相手にエリクサー使わして、そこでエリアドを取ると、ダメアドは取られるもののエリアドを取ると、で三十死で一気にぶっ破していくって感じですね。いやスパーキーとかね、三十死出した瞬間後ろから合わされるんですよ。でしかもこれダクプリもいるんで、あれなんですよね、そのなんだろう、ロイホグがまず抑えられる、逆サイロイホグ攻めがね。でスパーキーも結構止まんないんですよ。でしかも出したゴブジャイスパーキーの防衛に出したボムターンに対してクエイクを打たれるって感じで、結構地獄の相性になってますね。これどうやるんで、しかもロケ砲とかもね、矢の雨がないんでね、鬱陶しいんですよね。めちゃくちゃ後ろとかについてるともう地獄っすねこれ。ただここはどうするんだ、ボムターンで起動していくんかなこれ。おお、なるほど、そうっすね、はいはいはい、うまい、お上手ねーって感じなんですけど、とりあえずこれで多分ダクプリかな。うん、これザップ打つんかな、打たんか、これ次かな多分。うえー、打たない、いい判断。ここは若干のエリアドかな、エリアド取れる。これをギリギリ言うので受けて、多分ロイホグとかつけたら結構熱い展開になるんじゃないかなとか思うんですけど、ここはどうなんだろう、まあ、ダクプリしかいないもののですね、もうつけないんだ、なるほど。ここでダクプリとかを、あーなるほど、そう両サイド振ってマジアチャで全回収していくって感じですね。いやうめえなこれ、俺両サイドつけちゃうかもな俺だったら。なるほどなるほど。でマスケ許容してマジアチャのアイゴレかな。うん、はい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 、いや旨味が深いですねこれは、たっぷりですよ旨味成分。とりあえずここですね、ここで前につけたりするのか否かと、つけんのはい。でここはロケ砲かな相手。ロケ砲強いっすよねこれさ、普通にマジアチャ受けられるの強いと思うな。そうこれがきついんですよ、二重死に対してこうやって合わせられるじゃないですか。で逆サイ攻めてもミニペとか逆サイマスケとかで許容されて、一気にスパーキーの前にゴブジャイで形組まれて GG なんですよマジで。ほう本当にね、こっからどうやるのかっていうのが気になりますね。多分右側に言うのつけんじゃん、あ左なんだ、はいはいはい、あーなるほど、これで最大限相手にエリクサーを使わせて、あーなるほど、スパーキーにここでザップを打って、あれなんですね、なんだろう、もう二重視で溶かしましたね、ゴブジャイを。まあ、こうなったらスパーキーがもう裸でね、突入してくるんで、なかなか楽に抑えられそうですね。はいはい、一発打たして、範囲でしばいていくと。いや、うめえなぁ、マジでうまい。これはマジでうまいな。あそこザップ打つの、俺だったら、スパーキーの防衛にザップ使いたくなって、あそこで打てないんですよ、怖くて。いや、うめえ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 ですね。いや、うまいなこれは。いやこれ、あそこを守んのめちゃくちゃ大変なんですよ。わかるんですよ。俺も最近30使ってたから。いや、うまい、うまい、うまい。しかも、これ折っちゃうんか折っちゃうんか折っちゃうんか、いや、うまいっすね。いや、これはうまい。この処理できますか、できないっすね、俺だったら。いや、そう、だからね、スパーキーは基本的には三重子に多分相性いいんですよ。そう、よくて、二重子、ケツから三重子出したら、なんだろう。ああいう感じでね、スパーキーを合わせてくるので、で逆接適当に守って、ってやるんですけど、逆線ガン攻めしてましたね。一重視の前にユーノと、ロイホグですね。でしかもロイホグの前にユーノつけてたんですよ。でその意図としては、そのロイホグの後ろにユーノつけると、ユーノとそのあれなんですよ、一重視をミニペだけで処理されるんですよ。で前のロイホグとかはマスケ逆サイ許容して端前ゴブジェバーンみたいな感じでもう終わるんですね。そうだから、あえてユーノとロイホグをこうやって前につけることによって、ユーノロイホグの防衛にミニピを出させるんですよ。そしてそのユーノの火力と、マスケでミニピを溶かしてもう一枚引き出させるんですね。で相手は攻撃にエリクサフルぶっぱしたんで、それが守れなくて、折れて、でトモヤさんの PS 守って 1-0 で勝ったって感じだったんですね今は。そうそうそう、それがうまいですねマジで。はい、ラストペッカルム、いやこれきつそうだな普通にって感じでいきましょうか。ベッカラムですね、これね、ライトニングとかね、結構打たれるんで、なかなかね、三重子をラムとかの防衛に出しにくいんですよ。そう。なんか、ポイズンとかだったら、速攻性がないんで、結構出しても、打たれてもね、仕事してから死ぬんですよ、三重子が。なんですけど、ライトニングだと、スパンスパンスパンつって一気に抜かれるんで、なかなかね、いや、そう、しかもこれ、もう死んでますよ、これ。本当に。
これどうすんだろう。あ、これ両性攻撃してボムターで防衛かな。うん、はい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 、なるほどなるほど。 D ジョーンズって感じですね。これはとりあえずここは多分マジャージとかでね逆サイ許容しながら行くと思うんですね。はい、ここはボムタワーかな。うん、いや、いい防衛ですね。いい防衛、素晴らしい。200点あげちゃう。これはいいウォーキング。しかもここはつけるのか。いや、いいね。相手の時は死んでるの分かっててこうつけてますね。こうやってアルババかな。あー、いい、素晴らしい。200点あげちゃう。これはこれは相手のベビードラムうまくてちゃんとねダックプリを受けながらマジェチも受けれる位置にね、そう、内側にいるマジェチに対してこうやって外側にベビードラを出すとマジェチがこう貫けないですね、タワーごと。なんで相手もうまいですね。このうまい相手に対してどう立ち回っていくのか気になるところですね。でこのロイホグですね、まあロイホグペッカ相手には投げるだけ刺さるんで結構どうなんだろう、投げていくのか。ただカウンターは受けるんですよ。そうだから2倍タイムとかでは結構ね、そのあー、いいペッカですね。これペッカ使いから言わせるといいペッカ。これね減ってる方にロイフグ投げれないんですよ。で減ってない方に投げるとベビダルとかで守られて逆サイラムついてカウンターみたいな感じになるんで、これなかなか厳しいですよ。まあ、これ相手からしたらねどう守っていくのかっていうのが気になるところですね。あー、そう、はい、これマジでポイント高い、ポイント高い、解説していきたいと思います。これね、三重子ね、なんで21かっていうと、あの、ペッカ側に、もう、あれなんですよ。どうせ多分これ逆サイ、アイゴルで逆サイ誘導するんで、歩かせた想定で、ペッカの逆サイドに2体三重子を置いてるんですね。で、これなんでボムタワーを低めに置いてるかっていうと、この位置だとラム釣れないんですよ。ただ、これはもうラム投げられてもいいから、そう。で、ラムって別に、ユニットに少しダメージ当たるけど、さすがにマスケ殺すほどの火力じゃないんで、ライトニング以外じゃ殺せないんですよね。そうだからラムつけても、ライトニングが打てなくなるんですよ、相手は。そうだから、ここでね、もうペッカを逆サイ歩かしてラム許容するっていう気持ちの表れ。現れですね。そう。で、ここで、ボムタワー低めに出して、ボムタワーをね、潰されないように、お、待って、逆サイ流さない。そんなことある。そんなことあんの？マジか。マジか、逆サイ流さないパターン。マジか。ちょっと待って、俺これ解説したの恥ずかしいんだけど。まあ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 、いや多分ね、多分だけど、多分ですけどミスだと思います。多分ね、この、はい、ここはボムタワーで守っていくと。で、後ろはダックプリかな、ペコッと。はいはいはい、いやいいですね、いい防衛。さあ、ここですよ、カウンター。ロイホグを出すだけ、ダメージは稼げるが、おお、なるほど。これ多分アイゴレ出して飛来心ですね。はい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 、オジョンズねーと、よいしょ、感じでマスク1体残って、ここは多分ロイホグいきますね。これいける、いかない、嘘だと言ってくれ、マジかよ。俺だったら出しちゃうぜ。ここ守ってから確実にってことなのかな。ギャンブルプレイはしない感じですね。おお、ロイフグここで後ろに釣っていく。いや、うまい、これはうまい。ロイフグここで後ろに釣っていくスタイルですね。で、これペッカめっちゃ受ける。で、アイゴレマジェチェで受ける。ここはうまいぞ。さあ、どうする。さあ、ここはボムタワーで受けちゃうんですと。いや、うまいっすね、うまい。いや、マジっすか、これ。で、ケツ、キング前ダックプリぐらいから、あー、そっち行くんだ。そっち振って、ロイフグか。いやー、うめえ。しかも、このロイフグの形見てください。あのね、ダックプリ、マジでしょ、もう、これね、対処しないと、新品のタワー折るんですよ、この火力。なんで、絶対1枚引き出せるんですね。で、1枚引き出すってことは、ペッカがね、ペッカだけでとか、防衛できないんですよ。そう、ペッカベビドラとかで守ったら、カウンターバチクソ決まるんですけど、こっちに1枚咲かせるから、そのエリクサがないんですね。だからこうやって、エレキと、ベビドラとかで守らざるを得ないんで、カウンターでペッカ出せないんですよ、相手が。そう、だから、これめっちゃうめえな、マジで。で、こうやってマジェチェ貫いて、おい、これで蓋をして、しかも、貫いて、おい、相手もうまい。いやー、ここはドキドキワクワク、ドキドキワクワクウォッチングですよ、これは。とりあえず、はいはいはい。まあ、ここはね、ボムタワーで。そう、だから、がっつり形を組まれて、しかも、ライトニングのエリクサーを残してないと、相手はね、この攻めを突破できないんですよ。でも逆に、もうその、形さえ組まれたら、このデッキ多分止まらないんですよね、ペッカラムとか。ボムタワーに今もうライトニングとか打たれたらね、結構きつかったんで、って感じで、多分、ここは、ザップかな？さすがに打って決まると思うんだけど、どうなんだろうか。決まんねえ、まだ。やば！相手も防衛力めっちゃ高いですね。
で、ここ交えて、うわこの形めんどくせえな、結構。で、ライトニング打つけど、ちゃんとライトニング警戒でね、一番端前にダック振り出してるんで、まあ、これは多分相手守れないと思いますね。ザップ、オッケー。って感じで、いや、めちゃくちゃうめえな、めちゃくちゃうまいですね。防衛がなんか丁寧な時と大胆な時と、すごい分けてますね。はい。ってことでね、解説していったんですけど、なかなかね、いや、貴重なリプレイが取れましたね。はい。いや、ありがたいですね、ともやさん。最近めっちゃね、いろんな人にね、BO3 してもらったり、リプレイ見してもらったりしてるんですけど、いや、ほんとね、助かりますね。ってことでね、今日はね、30勝解説 していきました。まあ、ともやさんもね、これね、グラチャリ47連勝。まあ、このね、方がうまいっていうのもね、もちろんあるんですけど、とか、あとは、シロさんですね、が、世界一位にね、言ってたりしたんでね、このデッキも、ちゃんとね、強いと思うので、このね、立ち回りを参考にして、ぜひ使ってもらえたらと思います。でね、ともやさん、YouTube とかもね、やってる方なんで、下にね、リンク貼っておくんで、ね、ぜひね、もっとちょっと見てえなって方はね、見に行ってあげてください。ってことで、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。